なるとやっぱりベルセルク、やっぱ大剣の方がね攻撃のパターンが強そうだよね。まあよし、魔法貴族性耐性、これは次の時に覚えておきたいね。残プラス木、セーバー系光、風セーバーないの？ないんだよね。あるな、あるね。ここに入れなきゃいけないのかな、ちゃんと。ということで、サンダーセーバー。といってもね、水にサンダーが効いてる感じがしないんで、効いかな？木セーバーない。これ光だよね、セイントセーバー。これはシールドだからね。ウォーラーウェーブなんだよね。まあ木属性もついてそうだから。不思議な力を感じる蝶だね。お金はおっかねえなあ。なや考え事かパルミナ。顔が暗い。闇。いえ、何でもありません。すみません。今日の作品たち、将来は六等さんだな。はい。やっぱ大剣の振りが慣れてる。あれ？はよ、はよ終われ。よし。出番だよ。力が湧いてきたぞ。やっぱ大剣は使いやすいっすね。威力も高いし。違うタイミングでため攻撃で大ダメージもやられてしまう。下か？もらうよ。水が減ったな。聞いた。今回も励まされちゃったな。父さんは昔からそうだ。私も見習えたらいいんだがな。そう思ってはいても、なかなか難しいのが歯がゆいですね。高い。お、でそこに宝箱がある。馬道。どれどれ、貴重なもの。
ものかも。ジュリの武器、あと一個ずつ。まあ正直クマミツはなくてもいいかなというところです。あれかな。開けた場所ですね。ここが採用でしょうか。何か嫌な感じがするよ、バル。僕も感じてる。慎重に進もう。慎重に進むっていうけど別に。貴重なものかも。お、継承の器は誰のだ。パルミナアイテムスロット、ね、今からボス戦前に強くなれるのは素晴らしいと思います。もう8個だよ。月の怒りいいね。月ビームばっか売ってるんで魔力は MP だからいらない。で今から明らかに水のボスと戦うんで連続栄翔月は手に入れてませんか。水ってさ沈黙のイメージじゃない。一通り買ったから水耐性もあるはずなんだけど、まあまあこの後は回復プラスセーブがあるんで、もらうよ。ねえ、あの月の真珠の時みたいにはめれるのかな。精霊石もう一個あることになってる。ああ、あったね。少し休憩しよう。さあそれでは力を貸してくれ。ヒントなかったよね。力が湧いてきた。何々が効くみたいな。水、火ではないよね。木かな。まあ、いや。真っ向勝負。悲しそうなウンディーネ。いや。水の真珠感動聞こえるか。あんたマナの木も襲ったらしいな。それに飽き足らず変えるか。エリスタニアから水を奪って。そんなことをしてもマナは得られんで。おとなしくしときや。ガンドーンどれだ。あー、ワニか。いたな、ワニ。クロコダイーン、氷のワニ。氷、火か。しゃあない、懲らしめたって。氷ワニだから火か。いやでも水か。お、足弱点だ。エリスタニアの水を返していただきましょう。尻尾は全然ダメージ通らないけど足にはめっちゃダメージ通る。手にもダメージ取る。曲がかっこいい。よし。木つけてみようか。どんな問題？ほら、もともと弱点が足だったから判断がつかない。あ、そう。いっけ。ポートアビア。あー、なんか広がってきてる。
せよ。てかね、あの足が弱点っていうのはどうかと思うんだけどさ。顔とか攻撃届けにくいから弱点は分かんないけど、一番攻撃しやすい足が弱点っていうのはどうかと思うんですが。やばいやばいやばい、パルミナが死ぬ。あかん、これじゃパルミナが死ぬ。このゲーム魔法よりアイテムの方が使える。めちゃくちゃ敵の攻撃が痛い。回復を取りに行く。 MP じゃない、 MP じゃない。下から来そう。力をこの一撃。でかすぎてね、全体像が映らない。溜めまくって攻撃を止めるが、やっぱだいぶダメージが厳しい。フィニッシュ。よし、これでこの他の敵は全部水で倒せるな。あとでっかいカエルと元に戻ってるはずや。よかった、これでエリスタニアは安心ですわ。パルミナ、今回はあんたらがいたからよかったけど、今後も似たような危機が起きたらと思うと不安やわ。似たような危機は起きてほしくないですけどね。パルミナを水の巫女に選んだのは私やし、都のことに口を出すつもりはないんやけどな。気にかけてくださりありがとうございます。私も都のこれからについては思うところがあるんです。巫女のお役目を果たすまで時間の猶予をいただいてます。ウンディーネ様にも安心してもらえるよう手を尽くしますわ。あんた、ちょっと見えへんうちにさらに頼もしくなったんやないか。マナの木への旅のおかげです。仲間と共に様々なことを経験したからこそですね。そう言ってもらえて私も誇らしいわ。ほら、都に戻って水はもう大丈夫って伝えてき。はい、ウンディーネ様、応援してくださりありがとうございました。もうここまで帰ってきやがった。パルミナの手腕は健在だな。あっという間に都の混乱を収めるとは。イアンに休んでもらうため代理で立っただけですよ。
でもまだパルミナがいた方が良さそうだって都の人が噂してるのを聞いちゃったよ。そういう事情もままならないのが巫女というものでありますからね。いずれイアンの戴冠式が執り行われます。立派なイアンの姿を見れば皆の不安も吹き飛びますよ。はあ、見てみたいな、イアンの戴冠式。みんなお揃いだにゃ。イアンの体調も落ち着いたからそろそろ会って大丈夫にゃ。ニキータ様、ありがとうございます。事情を話す時間もない中、いろいろ助けていただきまして。お礼なんていらないにゃ。町の危機に手を貸すのは当然のことにゃ。それよりも早くイアンに会ってあげるといいにゃ。きっと首を長くして待ってるにゃ。イアンに会いに王宮に行こう。王宮に行こう。とりあえずサブクエが増えておりますね。受けときましょうか。あら、パルミナ、え、店に戻ることにしますよ。パムさんにもよろしく。精が出るな、パルミナよ。ハハハ、怪盗獅子パムに助けてほしいと。パム、誰やそれね。となるとやはりそうか、ね、人知れず都の問題や困りごとを解決している人物なんです。その正体は私なのです。知ってた。あの雑な変装で人助けしとんかい。髪も尻尾もしっかり言うんで、気合を入れとろみますちょっと楽しみだに。宝石泥棒という人物ね。映画泥棒ならよく聞くけど。変幻自在の変装と華麗なる盗みの腕前は警部ですら魅了してしまうのだ、ね、宝石泥棒を主軸とする一連の物語が特に好きなんですよ、ねね、パムが実績がなかったので問題や困りごとが増えたようなんですよと。魔物に物を盗まれる、ね、結局そうなんですよね。2回ぐらいいるんだよなこれ。まずはピッタの丘で風クリアした時のことから考えると、もう一個の方はさっきのダンジョンの奥底の敵を倒してこいですよ。はい、ピッタの丘に美人がいるんだってよ。美人を探してくれよ。美人をよ。どういうこっちゃ。とりあえずまあイベント終わらしてから考えましょう。ニキータの店。龍脈の力を借りよう。今龍脈この程度で俺の力借りんなって思って。よし。取ってきたでーっと。大怪我でしたよあのハピ超強かったよ。お礼に、その時はお願いするんや。お礼にグラブってことは武器かな。でもなちょっとわざわざ転職してみようか。そんな強くもないあれかな、もっと序盤から受けることできたのかな。あとこれで月と
キーだね。これはさすがに飛ぼう。流脈の力を借りよう。遠いよ。この街が広すぎる。あ、よかった、移動しなくて済んだ。そっか、僕が寝ている間にそんなことが。水の神獣を倒してくれて本当にありがとう。僕がしっかりしないといけない時だったのにごめんなさい。謝らないでよイアン。イアンが無茶するなんてみんなも嫌だと思うんだ。パルミナはすごい王様やったかもしれんけど、イアンは成り立てないやし、しゃあないよ。こういう時こそ人を頼るといい。どんなお役目も一人でこなすものではないよ。みんな優しいね。でもさ、優しさに甘えてちゃダメだね。王としてしっかりしないとパルミナに迷惑かけちゃうし、ニキータだっているし、城のみんなもよくしてくれてる。わからないことも多いけど、僕は大丈夫だから。パルミナは安心してミコのお役目を果たしてよ。イアン、私は決めました。決めました。何？これからもあなたを支えたいと思います。魂は捧げないんですか？今回のことで有事の際の進化の式など見直したいこともたくさん出てきましたし、何よりイアンには立派な王になってもらわないと困りますから。だから必ずあなたの元へ戻ってきますよ。でもパルミナは水の巫女で、昔約束しましたものね。イアンが立派な王になり、ネーネーがイアンを支えると。ネーネーがイアンを支えるよ。ネーネー、おねしょ。ただあなたの元に戻る。約束はしっかり守りませんとね。イアンとの大切な約束を守るためにも今は進まないとな。はい、私はもう振り返りません。じゃあとりあえずこちら、ピッタの丘の、あそこだね、あの上、左上のあの辺か。